なるべくそこは動かさんといて。うん。アムニー。アムニー。今日はデートですか？俺めっちゃ顔でかく見える。いや、今日はデートですか？いや、違います。違うんですか？髪の毛伸びましたね。髪の毛ね、急に伸びたんです。怖っ。朝起きたらこんな髪の毛になってました。びっくり。すいません。ギャルやな。今日はデートですか？いや、違います。否定すんなや。デートでしょ？違います。今日はどこに行くんですか？ドライブデートですね。ドライブデートですね。ドライブデートです。デートですね。今日は、うん、俺の入学式のスーツを買いに行く。おお、それは、うん、一応まあ俺のチャンネルであげるから、うん、内容は映さへんやろ、これ。うん、内容は映さないよ。だから、それまでの道のりを。とあの YouTube チャンネルですね、それは。そう。だから、はい、それまでの道のりを、うん、動画回そうって感じやな。セブンイレブンが旗振っとんねんけど。外れた。これリニューアルやで。これリニューアルやで。あ、リニューアルした、うん、え、建物変わってないやん。この間潰れとったで、これ。そうなの？うん。この間教習来た時。なんか、なくなってた、これ。そうなんや。何が変わったかよくわからんけど、また手疲れて降りてきたで。ちょっと上からせんと。これまだちっちゃい。だってここ肘置いたらさ、ガタガタ震える。大丈夫よ、みんなも一緒に震えて。どういうこと？え、何やった？え、何も。スーツやろ。そう、スーツ。どんなん考えとん？俺は、うん、ストライプ。ストライプ？このほんまにこんな感じ。うん、こんなに大きくないけど。グレー線は。濃いグレー。濃いグレー、うん、濃いグレーの、うん、白ストライプ。そう、ストライプがかっこいいかなって。細いストライプな。身長高く見えるからな、ストライプはやっぱり。感覚は細いな、太いな。感覚は細すぎない、太すぎない。でもどちらかというとちょっと太めぐらい、感覚的には。ちょっと太めで、うん、うん、なんか細すぎたら、うん、やっぱりストライプか分からへん、遠くから見たら。うん、まあな、それは嫌や。でも近くから見てストライプって分かるぐらいが多分ちょうどいいね。そうな、うん、そしたら制服みたいになる。でもパッと見ストライプやったら、ストライプの白の線自体がめっちゃ太くなるやん。言うてる意味わかる、うん、それはスーツではない。全然こんぐらいでもいいねんけどな。それも結構わかるな、うん、どうやろな。なんかボタンとかもこう襟の形とかも全部選べるから、うん、オーダーするっていうから。そうそうそう、迷うやろうな、多分。うん、まあ、あわよくば就職活動まで使えたら私はいいなと思っとんねんけど、まあ、成人式な、あとは。入学式、卒業式、成人式。うん、まあ、ストライプが入っとんのは普通就活じゃ使えんからな、多分。うん。普通黒のスーツやろ。黒やな、うん。え、でもどうなん？うち男親がさ、パパがおらんからわからんけど、うん、ネクタイの色とかで結構こうあれなんじゃん、臨機応変できひんの。どういうこと？就活のネクタイは何？黒は喪服か。黒は違うんじゃん。何でもいいんじゃん、ただ地味なもの、うん、紺とか、うん、なんかシャツの色をピンクとかブルーにしたらこうなんか成人式で。そう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 、うん、でもちょっといける感じ。うん、それはそう。硬すぎない。確かに。うん、いや、あんたが成人式行くかも。なんせねんけどな。俺は行くけどな。行く、うん、のん行かんかったからな。うん、うん、でも今度のんの写真撮りに行くからさ、うん、写真あの晴れ着そんだけついていくんやろ、俺。なんかついてきてほしいって言うことで、のんが。え、てか普通に送らましてていいん？え、事故ってる。怒られるかな。大丈夫、もう前写真が入れてあげる、どうぞ。撮るんじゃない一緒に。あ、もうなんかぜひ撮らせてくださいって言われてんけど、うん、そんな、ま
スーツあれやろ、俺の卒業式に着ていくようなんしかないやんか。いや、それでいいやろ、全然とりあえずきっちりした服装で、うん、着てもらう。で、まあせっかくやったら着てもらった方がいいんちゃう。やっぱせっかくノンが着るんやし、うん、ほな、あとはもうスーツ着ていく。うん、え、ノンが間に合うわ、スーツ。そうなの、ノンのその撮影4月入ってからやね。あ、そうなの、じゃあ間に合うな。うん、絶対撮ってもらった方がいいやろ。だってノンがそんな服着るのないやもん。うん、まあ、京都、京都行く時ぐらいやん京都、京都あれ着物やったっけ。浴衣じゃなかった。浴衣が着物は分からんけど、ノンちゃん振り袖やね。うん、分からんけど違いが。まあ振り袖の方がゴージャスなイメージはあるけど、着物の方がゴージャスよ。そうなの、着物、着物が振り袖な。うん、浴衣って腕疲れてきた、無理。もう浴衣って言ったらこう夏祭りに行く、コロナ減ったな、コロナのニュース減ったね。それは1日何人かかってますよは出んねんけどさ、うん、なんていうの、もうワクチンの話とかもあんまり深刻なんだ、ね、もう戦争の話になってきた、だんだんガラッと。とりあえずでも経済がまだ回ってないからね。ママがオレンジになっと、なんでなんかおかしいね、なんかこれ光、なんやろ、なんかずっと曇った感じする画面が。増やしていくん。うん、うん、まあ、頑張っていこうぜ。